一部スポーツ紙が報じた退社報道で連日注目を集める TBS 宇垣美里アナウンサー27、12月25日に出演したラジオ番組では報道へのコメントを避けるなど去就については明らかになっていない。サンデージャポン TBS 系内での生きていて申し訳ない気持ちになると闇を感じさせる発言やアニメキャラクターのコスプレ姿が話題になりがちな宇垣アナ。そんな中、彼女の才能が密かに注目を集めている。実は宇垣アナ、雑誌の連載を2つ抱えるなど文筆家としての顔も持っているのだ。隔月刊誌クイックジャパン太田出版館で昨年発表したコラムで、不条理な出来事に遭遇した際に、そんな時は私はマイメロだよ、難しいことはよくわかんないし、いちご食べたいですって思えば大抵のことはどうでもよくなると独特の対処法を紹介。これがマイメロ論の愛称でネットを中心に大きな話題となっていた。また同誌で連載中のエッセイでは、過去の自分へ手紙を送る形で、人は幸福に慣れて麻痺してしまう生き物だから。どうか幸せを感じ取るセンスを常に磨き続けてください。何でもない出来事の中から、小さな幸福をすくい上げることのできる人のところに、幸せはやってくるはずだから。クイックジャパンボリューム137と優しくエールを送る。こうした飾らず寄り添う宇垣アナの言葉たちに、ネット上では宇垣アナの文章はいつも本当に素敵、宇垣アナの言葉に何度も勇気づけられてると多くの女性が共感の声を上げている。さらにその影響は芸能界にも広がっている。宇垣アナのコラムを読んだ古舘伊知郎64はものすごい文才ある、ほんとすごいよ、この人は半端じゃないねと文才を絶賛。そして出版業界も熱い視線を送っている。三島由紀夫を愛読するなど宇垣アナはかなりの読書家。エッセイでも豊かな情景描写や独特な感情表現などその文才を発揮しています。最近では新幹線の車内誌に寄稿するなど、ますます活躍の場を広げているようです。インタビューでは周囲の言ってることに振り回されずに生きるのがいいですよと語るなど、自分らしさを大切にする宇垣アナ。そうした彼女の生き方が多くの女性から支持を集めているのでしょう。出版社関係者、多彩な魅力で人々を魅了する宇垣アナ。小説家デビューする日も近いか